皆さんこんにちは。今回は京都の紅葉スポットを巡っていきたいと思います。さあ、まずは朝食探しから始めます。こちらはわらぶき屋根がとっても素敵なパンとエスプレッソと、ただ激混みだったため今回は断念しました。気づけばブランチの時間になっていたので佐賀の湯に入ってみます。こちらはお風呂屋さんをリノベしたカフェで、その名残もあって可愛かったです。さあ、続いて天龍寺にやってきました。とても綺麗な色づきです。天気も快晴です。個人的には赤、黄、緑のこのグラデーションが好みです。こちらは天龍寺といえばよく紹介されるメインどころとなります。続いて天龍寺から15分ほど歩きまして、長尺光寺にやってきました。先ほどの天龍寺よりはゆったり回ることができました。そしてこの立派な苔がとってもいいですね。また長尺光寺から15分ほどの宝鏡院へやってきました。あまり広い敷地ではないですが、人も程よく穴場かなと思います。こちら畳で休憩することもできます。続いて JR 山科駅から20分ほど歩いた毘沙門堂にやってきました。私が訪問した際は中にほぼ紅葉はありませんでした。こちらに少しだけ。最後に真如堂にやってきました。今回のナンバーワンはここかもしれません。綺麗に色づいています。全体的にシニアの方が多めで、ゆったりとした時間が流れています。紅葉特別拝観料1000円ということで、中に入ってみたいと思います。中は枯山水のお庭が広がっていました。私は将来枯山水と縁側がある家に住むのが夢です。お客さんが多すぎずとっても良かったかなと思います。この映像は2021年11月の3週目頃の映像ですが、シーズン真っ只中ということもあってとっても綺麗に色づいていました。改めて京都の紅葉は何回来ても飽きないなと実感しました。ただ京都市内のバスがとてもよく混むので、時間をずらしたり歩いてみたりと工夫をしながら見て回るのがいいのかなと思いました。
2日間で5カ所の紅葉を見て回った様子をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。